尻尾のモデリングにフォーカスした講座をご紹介させていただこうかなと思います。今回の講座では2パターンの作り方をご紹介していきたいと思います。ワープ方式の作り方をご説明していきたいと思います。1段目の揺れはただ回転させるだけなの で続けてワープデフォーマーで2段目揺れを5点で作成します。綺麗な変形を作るに最低5点が欲しいという感じになっていますので、拡張補完を使うとうまく変形できなくなるという場合もあるの でここで気をつけていただきたいポイントとしては、この範囲内の頂点ですがほとんどこう曲げている途中で変形していないことにお気づきでしょうか。なぜこういう感じにしているのかと言いますと、この範囲の中でこのアートメッシュが変形するので、例えば今この上がそんなに変形していない状態でこう普通に問題なく変形できてはいるんですけど、いつも通りで作るとこのように伸び縮みがすごく目立つようになってしまいます。なぜならこのデフォーマーがこのマス目がちょっとここで圧縮されてここで引っ張られて、でここに入るとこのように尻尾が圧縮されてしまうというのがありますので、いかにこの上の辺の頂点を変形せずに下の部分だけ調整してこのいい感じの変形を作るのがポイントになっております。最小値と最大値の中間に、さらに頂点を追加していきます。これでオニオスキンをつけているとすごく分かりやすく形状を表示してくれますので、このようにも簡単にこの軌道を曲線みたいな感じで整っていただければもうこれで完成ですね。スキニング方式の作り方をご説明していきたいと思います。1段目の揺れは直接一番下のこの回転デフォーマーに回転つけるだけで大丈夫です。で続けてその2段目以降は基本同じ作り方です。まずは回転デフォーマーに回転と移動変形を作成して、続けて回転デフォーマーの変形によって破綻したアートメーションの形状を直す。1段目は一番根元の回転デフォーマーだけで大丈夫です。2段目の揺れは根元の素材と2つ目の回転デフォーマー、この2つを2段目のパラメータに登録します。でまずは回転デフォーマーの方を作っていきましょう。まずはこちら側に今回はマイナス20度ぐらいで、プラス方向は20度、曲げた後にですね、今回ちょっと1個ポイントがあるのが、曲げるだけじゃなくてちょっとした1度もつけてあげるとよりこう自然に揺れてるように見えます。でここで あったこの破綻ですね、この破綻を先ほどのこの1段目の方で修正していきます。なぜこの1段目で修正していくかと言いますと、この1段目と2段目でここはバインドされているので、1段目の方ここだけ修正すれば自動的に2段目の方の破綻も治るので、1段目だけここで修正して、この2段目は次のパラメータ3段目のパラメータの破綻修正で使うという感じで1個ずつずらして使っていくという感じですね。だからまずは一旦1段目ですね。今回はスキニング方式のいいところとしては、基本的には回転でついてるのでもう楕円形の補完になっているんですね。でこの破綻を直していくという話なんですけど、簡単ですね。先ほどのすごく神経を使わなければならないワープデフォーマーの変形でしたり、ゼロから作る全ての掛け合わせと比べるとこれは本当にもうこういう感じで直しましたね。あとはちょっとここは曲がりすぎてるなと思いましたら、ここをちょっと引っ張り出してとかですね、自然な変形になるようにこう変形ブラシで整えてあげるといい感じになりますね。でこちらも出張っているので自然になるように調整してあげて、ここも奥に押し込んでいただければこういう感じで変形が調整できましたね。で反対側も同じように調整していただければ、切断面は上とバインドしているのでこの1段だけ修正すれば上はそのままで直りますので、これは本当にすごく簡単ですね。スキニングをそのまま使うよりはちょっと手間がかかるんですが、その分こっちの方はやっぱりクオリティが高くなるのでおすすめな方法ではありますね。はい、こういう感じで修正してあげましたね。続けてモーションの生息のポイントを、5点2から追加されたこの新機能、このインスペクターからシーンの名前とかが記載されているところがあるんですけど、ループしてないモーションがあるのに対してシンプルにこのループ編集補助をチェックすると自動的にこの追加してもういい感じにループするようになってますね。これが本当にすごく便利な機能になっていて、細かい調整が全然いらなくて、もうこのここにチェックを入れるだけでループモーションが作れるという夢のような機能が追加されています。